ランボルギーニ・イオタ、イオタ、ホタは、ランボルギーニが1969年に1台だけ製造した実験車両、通称 J、及び同社の三浦をもとに製作された J のレプリカ車両の通称である。この車両は製造当初、FIA の競技規定不足 J 校にちなんで J と呼ばれていた。その後、この個体の存在が広く知られるようになると、外見がよく似た。 三浦を改造して、J に似せた個体が、ランレディ2社内外で生み出されるようになった。これらの個体は、ホタ、ラテン文字の字母、J のスペイン語における名称と呼ばれるようになり、そこから派生して、オリジナルの J も、ホタと呼称されるようになった。ただしホタのスペイン語での発音は、イオタではなく、ポータとなる。なお、イタリア語には、J の文字がないため、日本イコールディアッポネが有名な例。 イオタとも表記される。ランボルギーニの走行実験を担当していた責任者、ボブ・ウォレスの指揮のもと、1969年11月から、三浦改良のための先行開発を名目とし、競技規定不足 J 校、車両規定項目のプロトタイプラス車両規則を満たしながら製造された、実験車両がオリジナルの J である。名目が、レーサー開発でないのは、レース出場禁止が、 当時のシャゼであったことによる。オリジナルの J は外見や寸法、パワートレインを三浦から流用していたが、一方で車両の基本となる、シャシー部分はリアセクションの一部を除き、サスペンションの形式やジオメトリ、ステアリングラックのマウント位置も全く異なる、独自の設計を採用していた。トレッドも広げられており、ブレーキもベンチレーテッドタイプのディスクされた。ホイールは、 フロント9イン、リア12イン幅のカンパニオーロ、弦、テクノマグネシオ製である。シャシーの材質は鋼鉄であるが、部分的には、軽合金も使用して軽量化が図られていて、シャシーとボディーパネルは、ブラインドリベットで接合されている。パネル表面の多数のリベットは、薄いアルミのエッジからの破断防止のために打たれており、このリベットが、J やイオタと、 三浦の外観上の大きな際にもなっている。ボディはルーフこそ、三浦と共通の鋼鉄製だが前後カウルがアルミニウム製に変更されている。ヘッドランプが三浦のポップアップ式からアクリルで覆われた固定式に変更されている。フロントのグリル面積も拡大され、グリルの両側にはチンスポイラーが追加された。給油口もフロントフェンダーに露出する形に変更された。 スペアタイヤや実用性のないトランクも装備されているが、これらは当時の競技車両規定を満たすためのものであった。エンジントランスミッションはベースとなる三浦と同じく横置きの石後にス式で、排気量も 3929cc のままである。ただしオイル供給方式はドライサンプに変更されている。圧縮比を11.5に向上し、 キャブレター変更により交渉の最高出力は 440PS、8500rpm となった。その多少火器やキルスイッチを装備する等を厳密に j c を満たしている。1971年、ゲルハルト・ミッターがドライブしてニュルブルクリンクでのマイナーレースで走ったとされているが、これは1980年代に発行された車種を 執筆したジャーナリストの勘違いが元にな、いる。実際は1968年のホッケンハイムのレースで、旧西ドイツディーラーのステインウィンターからほぼノーマルの三浦でミッターは出場している。オリジナル J はボブ・ボレスのチームによって3万キロメートルほどの走行実験を行った後、シャシーナンバー4683を与えられ、 1972年8月2日、ジャリーノ・ジュリーニという人物に売却された。それから、バルテル・ロンキという人物を経て、レーシングチーム、スクーデリア、ブレシア・コルサ、スクーダー・ブレッシア・コルスのオーナーで車のコレクター、アルフレッド・ベルポナー、ドクター・アルフレード・ベルパナーが購入した。しかしこの取引を担当した自動車販売業者、エンリコ・パゾリーニ、アンリコ・パゾリーニが、 ミラノ東部にある海通前のブレッシュ高速道路にて、高速テスト中、時速 230km 前後で高速に、シフトアップしようとした瞬間、急にノーズが浮き上がり横転して、車両火災が発生、J は廃車となってしまった。エンリコパゾリーニは1ヶ月ほどの入院となった。オリジナル、J は修理不能なほどのダメージを負い、その残骸はランボルギーニが回収した後、 エンジン等の再生可能パーツを取り外して別の子に乗せ替えたという。この個体に搭載されていたエンジンナンバー2744はウェットサンプに改造され現在アメリカの個人オーナーが愛車の三浦ナンバー4878に搭載している。工場を訪れてオリジナル J を見た顧客からの要望により J 売却から遡ること約1年間に ランボルギーには、三浦を元にした J のレプリカを数台製造し SVJ の名で生産証明が発行され、ネコパブリッシング館ロッソの取材によると、シャシーナンバー4088、4860、4934、4990、5084、5090、5113の7台が SVJ という見解になっている。 また写真ナンバー4808、4892、5100も SVJ に非常に近く調査中である。このように現存するイオタはすべてレプリカということになる。戦術のランボルギーニ純正のレプリカ以外にも個人オーナーによりイオタ化されたミウラが多数存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。